はい、なるほど。ちょっと待ってください。え、まあ確かに今、はい、ゼロ点でしたね。そう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 、無安打。けどやっぱり野球って点取らないと勝てないんですよ。翔平さんに点取られたら、まあ野球的にも勝ちと。1点入れば。マジで。そうですね。しょうがない、やってやろう。しょうがない。さあ、行くぞ。お疲れさまどうでしたか、自分のボールは。ちょろいねでもまあ結果的にそう1アンドだけど無得点だ。そうですね、まあ、レフトオーバー一発で抑えたんですけど、まあ0点に抑えればギリ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 、ね、試合もそうだよね、打たれて負けじゃないもん。そうですね。というわけでちょっとまあ今日はキャッチャーもいなかったっていうのもあるし、ちょっとカメラも1台しかなかったので、またこの前みたいにちゃんと2アングルでちょっと再戦を。再戦そうですね。この前はあれでしたっけ、ナイターの時は3の1だったんですけど。そう、3の1。まあ、また、まあ、今回引き分けってことで。あ、いいですか、いいですか。また次回で再戦ってことで。はい、今回は大井くんと大井くんのカメラマンの石井くんと対決をしました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします。それでは、ありがとうございました。